金属製の屋根がついた防災ベッド。就寝中に地震が起きた場合でも安全な空間を確保することができます。この展示会は9月の防災月間に合わせて県が住宅の防災対策を呼びかけようと開いたもので、シェルターなどの防災設備やパネルなどが展示されています。今日は防災建築に詳しい一級建築士の中村洋二さんによる展示品の説明が行われ、事前の対策を呼びかけました。倒れて、亡くなる方が実はもう半分以上、阪神大震災だと7割から、この間の能登半島地震でも4割ぐらいの方が圧迫死でお亡くなりになっているということを考えれば、やはりこういうもので体を守るというのは大切なことだろうというふうに思いますね。まずは知っていただきたいと、こういうものがあるということで、例えばどういう対応が取れるかなというのをご検討いただければと思います。この展示会は岡山県庁の1階で今月13日まで開かれています。